はい、ブルースのメロディーに対する考察第3章第6項ということですね。セカンダリドミナント複属詞の2度マイナー7、まあ2度マイナー7マイナス5という場合もあります。ゴロ7分割ですね。これはどういうことかというと、メジャーキーのコード、メジャーのコードに解決するゴロ進行の場合は2度マイナー7、マイナーのコードに、ゴロ進行する場合は2度マイナー7マイナス5になります。では読みましょう。じゃあ2子消してもらおうかな。はい、第6項は C マイナーキーで使用するセカンダリドミナントを2度マイナー7、5度7に分割した場合の2度マイナー7に対して C マイナーブルノテキサトニックが使用できるか使用できないかということを検証するわけです。省略表記について書いてありますけどね。はい、はい、5度マイナー7マイナス5、4度マイナー7に解決する1度7を2、5に分割した和音です。部分転調としてキー F マイナーの2度マイナー7のスケールである G6 リアンを検証対象とするということですね。図55を鳴らしてみましょう。いいですね、2子がいなくて。Gフラット音はスケール外音なんですけど、 C ブルーノートの特性音のフラット5という音なので問題はないよって使用は可能ですということですね。じゃあフレを見ながら音を聞いてみましょう。まあ部分転調してるんですけど、いい感じでね、Cマイナーで聴けますからね。はい、次はね、5度マイナー7、Gマイナー7ですね、Cマイナーで。F7 に解決する、まあ、4度7に解決する1度7、C7 を分割した和音である。もともとキー Cマイナーのダイアトニックコードでもある。当然使用可能であるが、念のため検証する。部分転調としてキーインFの2度マイナー7、G マイナー7のスケールである G ドリアンを検証対象とするということですね。はい、E フラット音と G フラット音はスケール外音ですけど、 C ブルーノートの特性音なので問題ないので使用できます。はい、じゃあ実際の例いきましょうね。ちょっとサウンドが違うだけです。はい、これはもう聞いて分かる通り、図48と全く同じメロディーで、Gm7-5 を Gm7Fm7 を F7-93 に変えてみました。C7 をミクスリディアン使用して C7-93 でも演奏できるが、さすがにメロディーが C7 におけるアボイドとシャープのみのためオルタロテンションの使用に変更した。次に来る F7-93 に左手の上4声が全て半音程で移動になりスムーズに移動できるからという理由を書いてあります。マニアな方は、これでチャット見てくださいね。はい、はい、次です。6度マイナー7マイナス5、5度マイナー7 G マイナー7、5度7 G7 に解決する2度7分割したものですね。もともとキーイン C マイナーのダイアトニックコードである。当然使用可能であるが念のため検証する。部分転調としてキーイン G マイナーの A マイナー7スケールである A6 リアンを検証対象とするということですね。はい、G フラット音はスケール外音、 B フラット音はアボイドノートだが、どちらも C ブルーノートの特性音なので問題ありません。よって使用可能ですよ。これも使えるんですね。すごいですね。万能薬ですね。うん、かっこいいですね。かっこいいです。はいはい。こういうコード進行もあっていいと思いますがね、なかなかないんですね。はい、6度マイナー7はなんとすごいですね、書いてあるんです。存在しないって書いてありますね。
つまりこれは音を聞いている必要がないということですね。G7 に関係する D7 を分割した和音で Am7 があるんですけど、存在がないとみなすことができます。理由を述べます。 Cm の507に関係する D7 では D ミクスリリアン仕様での検証で Cm ブルノテキサトニックは使用不可と検証できているんです。ですから Gm7、5度-7 に関係する D7 を使用せよと結論付けました。これは第3章との第3項2度7その2を参考にしてください。見たくない人はもうああそう使えないのねで結構です。 D7 に使用するテンションオルタルテンションを使用することとなったわけで次の、52の図をちょっと見てください。ちゃんと入るかな。入ったな。よし鳴らそう。になる、うん、こうした場合はレギゼントした差があるでしょ、ね、レギゼントした差があるんで、ね、でミクスリリアンが使用できないんですから、ナインスを D7 で使用できない以上分割しても Am7 は減出してこないので、つまりマイナーキーの507のセカンドでドミナントである2度7分割した和音は6度-7フラット5しか存在しないんですよということですね。はい、フラット7-7、B フラット -7 ですね。はい、A フラット、まあフラット6メジャー7に解決するフラット3、E フラット7を分割した場合に出てくる和音ですね。部分転調としてキーン A フラットの2度-7のスケールである B フラットドリアンを検証対象スケールとするというので音聞いてもらいましょうかね。よいしょ。はい、書いてあるってことは使えるってことですよ。さっきみたいに使えない場合はないって書くから。G フラット音はスケール外音であるが C ブルノートの特性音なので問題ないよって使用可能です。じゃあ譜面ちょっと鳴らしてみようね。よく作るの俺もね。はい、いいでしょう。たまらんでしょこのコード進行ね。一旦 A フラットに転調したら当然聞こえます。実際してるわけで。だけど Cm 使ってかっこいいんだよっていうことを覚えておいてくればいいんですね。はい、1度-7フラット7-7 B フラット7に解決する F7 ヨロ7を分割した和音です。もともとキーン Cm の主和音です。当然使用できるんですが念のため検証します。部分転調としてキーン B フラットの2度-7 Cm のスケールである C ドリアンを検証対象スケールとします。鳴らそうね。書いてあるんだから使えるわな。もうなんかねもう聞いた瞬間使えるわなと思うよね。当然でしょうね。はいはい、G フラットはスケール外音であるが C ブルーノートの特性音なので問題ないよって使用可能ということですね。どっから見てもキーン Cm のダイエットコードのみの連結しか聞こえません。ね、そうですよね。当然ですよね。Cm ですから別に分割する必要ない。次は笑っちゃいます。はい、西薄く映ることもできるのね。3度-7-5 Em7-5 はあまり存在しない。Dm に解決する5度7分割した和音ですね。6度7 A7 自体で理論的には無理があるためその和音を分割することは無理があります。しかし使用例も見受けられるので考察対象とします。部分転調としてキーン Dm の2度-7 -5 Em7-5 のスケールである E6 リアンを検証対象スケールとします。じゃあね、あまり存在しないけどね検証するのは大切なことなんで。一
見すると使えそうになく見えますわね、うん、はいはい、当然ですね、どうしてもね、はい、ここで注釈があります。 F 音がアボイドノートなので問題がある、よって使用不可なんです。どうしても演奏上ブルーノートで解釈するならばということですが、なんと C メジャーブルーノートヘキサトニックを使用することで対応できる。すごいですね、マイナーキーなのに明るくいきましょうというね、これ特殊例ですからね。すごいですね、ハイブリッドです、素晴らしいです、石油とですね電気の合体みたいなのです。マイナーキーなのにメジャーキーのブルーノートヘキサトニックを使おうっていうね、このアイディアですね、こういう例はあまり出てこないんですけど、でも2-5で連結している場合もありますからね、はい、メジャーキーでは頻繁に見受けられる3度マイナー7フラット5、6度7、2度マイナー7、マイナス5、5度7の進行はマイナーキーで非常に稀ですということを一応言っておきましょう。次、4度マイナー7、フラット3メジャー7に解決するフラット7、7を分割した和音ですね。キー C マイナーのダイアトニックコードでもあります。F マイナー7、B フラット7、E フラットメジャー7はキー C マイナーのダイアトニックコードのヨド進行でもあります。平行調であるキー E フラットの F マイナー、B フラット7、E フラットとも解釈できる。当然使用可能です。当然使用可能なんで、もう音列が出てます。ないですね。変えるね、この曲ね、はいはい、いいですね、結果が出ました。結果 C マイナーキーで使用するセカンダリドミナントを2度マイナー7、5度7で分割した全ての2度マイナー7フラット5と2度マイナー、出して C マイナーブルーノートヘキサトニックが使用可能である。ほとんど見かけられないが3度マイナー7を使用する場合は使用不可である。まあ見かけないんでね、あの通常の曲で出てきた時は心配せずにセカンダリドミナント 2-5 に分けてあっても C マイナーのブルーノートでフフフフ歌ってりゃいいんです、検証が全部済みましたから全く問題ないでしょ、ということで、今回はこれで終了したいと思います。ご清聴ありがとうございました。